はい皆さんこんばんこばははマスターズの清水です、はい今日は、えー、公開コンサルティングの前はですね、えー、昨日楽天グループ株式会社の2024年度第1四半期の決算発表決算説明会がございましたので、まあ、ちょっとそれを振り返ってみてから皆さんのご質問にお答えしていきたいなと思っておりますとはいでえー、まああの イシーマサーズクラブの会員さ向けなので、まあ、楽天グループというよりは、まあ、EC に関して一体どうなのかなみたいなところをちょっと、えー、振り返りながらいきたいかなと思っておりますとはいなのでいろいろとこう発表されてますけども、まあ、基本的にあの業績は過去最高に推移してますよということで、えー、順調ですよっていうまあ連結でねありますと。 でえーまあ、楽天モバイルの赤字も縮小して順調ですよみたいなところがあるとは思うんですけども、えーまあ、ここで、えー、じゃあ実際 EC, なの EC どうなのっていうところで言うと、えー、まずここですねあの国内流通総額がマイナス4.7%ということなんで、まあ、前年同期比で言うと、まあ、下がってしまってますよと、まあ、ただ全体で四半期で1.3兆円の流通がありましたと。 いう中で、えーまあ、この国内 EC という中には楽天トラベルも含まれるので、まあ、今インバウンドコロナが落ち着きましてこう海外の人が来ていただいているのもありながら、えー、243%プラスということで、まあ、3倍ぐらいまで伸びているというところもあるので、まあ、この楽天トラベルの好調な要素を抜くと国内 EC というのはまあもしかしたらマイナス10%以上は落ちてきているのかなみたいなところはまあ,あるのかなというのはありますと、まあ、これ以外海外は順調ですよというのも出てましたと。 はいえー、あとはですねまあ,あのそうは言ってもこう楽天市場のユニークな訪問者数は、まあえー、毎年伸びてますよっていうことで、まあ、順調ですよっていう話とあとこの利益貢献ユーザーへの SPU 付与割合っていうのが書いてましたこれ何かというと、まあ、今回の SPU が途中で変わりまして楽天モバイルのユーザーは常に毎日5倍だったりとか、えー、あとはそうですね楽天カードの、えー、ポイント付与率が少し 減ったりいろいろありましたんで、まあ、今までこ,うあのここに書いてある利益貢献ユーザーっていうのをここに書いてますけども、えー、楽天の24サービスにおいて売上総利益低変動費が0以上のユーザーってことなんで、まあ、要は実質こうあの赤字になった方じゃない方にポイントを還元することができてますよっていうのがまああるということで、まあ、あの楽天市場自体の,まああの正しい収益の改善の方向に持っていってるってところがまあ発表されてましたと。はい でまあ、これもあの全国旅行支援で楽天トラベルとかねこうちょっとバブルがあったりとかいろいろありましたので、まあ、それを鑑みてもまあ結構順調に伸びてますよっていうことがまあ発表されてましたということで、まあ、コロナの時は本場特需があったんでコロナの時に売上が伸びた人もいれば下がった人もいて今逆に伸びてる人もいらっしゃるので、まあ、国内市っていうのはまあ今こんな感じですよと、はい、であとは気になるところで言うと、まあ、スーパーロジスティックスですね RSL を導入している店舗に関して言うと まあ導入者数は非常に増えてますよと。まあちょっとメモリーがないんでどれが増えてるかわかんないんですけども、まあ、RSL 使っているショップと使ってないショップの導入の差としては、まあプラス12.5ポイント差があるということなので、えー、まあ市販機ベースで見た場合、この1年間ですね、えー、やっぱり RSL に預けた方は売上が伸びてますよってことなので、えー、預けてくださいということと、まあ送料込み無料ラインが導入されてお届け微表示機能がリリースされていて、えいよいよこの配送認定ラベル最強 配送が表示されますから、まあ、それに対応するために RSL を使ってねっていうところが、まあえー、織り込まれてるのかなと思いますが、まあ、将来的には置き配とか急がない便みたいな要はまあそういう方にポイント付与するみたいな形も増えてくるのかなっていうのはありますと。はい、で、えっと、物流事業は今スーパーロジティックスみたいなまあなかなか何、えー、て言うんですかねアマゾンに対抗して FB に対抗してやってらっしゃるんで。 黒字化に向けて今動いてますよってことで、まあ、今年の4月から料金改定が実施されていたりとか、あとはですね、今6個拠点があるんですけども、この八尾と福岡以外はもう満床になってますよということで、まあ、結構利用されているショップさんが増えているのかなというのがありますということなので、まあ今後ね、皆さんも7月以降有料配送、 ではないですねあの配送認定ラベルを取得するためにはですね RSL を使っていく方も増えていくので、まあ、早めにその辺はちょっと、えー、少しだけでも預けれるみたいなことを検討した方がいいんじゃないかなっていうのがまあここから読めてるかなと思いますとはいまああとは GP 楽天ロジュスティックと連携でしてますよっていうのが発表されてましたとはいでまあこの辺は全然関係ないのでスキップしていくんですけどまあほとんど多分もうこれでいいぐらいだったと思いますね EC に関してははい 楽天カードも順調に伸びてますよとかね。はいで。楽天カード経由の、まあ、いわゆるショッピング、日常の買い物のやつも伸びてますよっていうのがあったりとかしてますと。金融、金融のビジネスは本当に非常に好調に推移してますよね。はい。で、これはさておき、よいしょ。まあ、楽天モバイルのところはですね、えっと、よいしょ。 これは置いといて気になる契約者数の部分がもう少し後っ出てくるんですけど648万人まで来ましたっていうこととまあ速報値5月13日時点では680万ということでまあこれが3月末から5月13日ということで1ヶ月ちょっとでまあ30万回線ぐらい20万回線以上増えているのでまあ1日結構な数契約が増えているのかなというところですとはいで、えー これからどうやってやっていくかというところで、まあ、やっぱり、あの、単価ね。今、だいたいさっき出てきましたけど、2000円ぐらいなので、1人当たりの支払う金額が、まあ、それを上げていきますよっていう部分と、回線数を800から1000万目指して、単月黒字化を目指しますよっていうところになってくるのかなという部分と、あとはまあ、他のところでまあ収益を増やしていきましょうよっていうところですね。はい。 で、まあ、品質も改善してますし、まあ、契約者数も増えてますっていうところで、まあ、これは置いときながら、まあ、結構、私も楽天モバイル利用者なので、えぇ、ー、全然特に問題はないかなと思いながらやってますが、まあ、よいしょ。まあ、今ね、あの、ここに出てましたけど、あの、えっ、ー、と、まあ、最強家族割みたいになると、 こう学,学割みたいなのが増えてきてでまあ今順調に増えてきてるということかなっていうところですね。はい、で、えー、ここから気になるところとしては、まあ、いわゆる楽天モバイルに契約した方の楽天市場の年間流通総額というのがプラス53%増えてますよということなので、まあ、楽天モバイルの楽天会員さんは、まあ他のくら人に比べると1.5倍ぐらいお買い物してくれてますよということとあとはまあ宿泊に関してもそうですね。 ということなので、まあそういう方々とうまくエコシステムがすぐ作り上げられてますよっていうのがまあ、発表されてますということなので、まあまとめるとですね、あの、やっぱ楽天モバイルを頑張ってこうね、成長させていただくことが、まあ楽天一番の流通総額につながってくるのかなという感じですということですね。はい。まあ、あとこういう割引もやってますと、いうのが出てましたと。はい。なのでまあ、 単価をこうどう上げていいいくかみたいなとところだと思いますと、まあ、あの質疑応答にも出てましたけども 5G になるとやっぱこう速度が上がる分たくさんデータが使うので、まあ、このアップが上がってきますよねみたいな話もされてましたし、えー、今楽天リンクっていうのでね国内通話料無料みたいなコミュニケーションが取れる中にまあ広告がどんどん増えていきますよみたいなこともやったりとかされてますねはいあとまあ法人の契約とかいろいろやってますってことですねはいまああとは オープンランということで、まあグローバルにそのシステムを提供するみたいなことをやってらっしゃるというのが出てくるということですね。はい。まあこの辺はまあ置いときて、あとはまあ AI の部分も出てましたけど、まあ、これ置いといて AI ですね。はい。AI に関して言うと、まあ昨日は ChatGPT4o がリリースされているという世の中ざわついてましたけども、えっとまあいろいろこう楽天 AI 提供されていますと。 で消費者向けの前に一旦あのどういうものが提供されたかっていうと、まあ、楽天ファッションでリリースしていたセマンティック検索っていうのが楽天市場でも導入されて今後楽マとかブックスとかでも導入されるっていうふうな、まあのが AI としての、まあ、計画になっているということで、まあ、楽天市場導入されて今どうなったかっていうとねちょっといろいろと変わってる感じはしますね。はい、であとは出店者向けに楽天 AI っていうのがリリースされていて。 説明文とか画像の加工は、画像の加工はまあ今後ですけども、お問い合わせの原稿を作ってくれたりとか、チャットボットに AI で質問が何か書かれるとかっていうのと、あと楽天 AI 大学っていうのが先月リリースされましたので、まあ、店舗さん向けにこの AI の、まあ、これはあの新春カンフォレンスでミク店さんが発表されたと、今、まあ、順次こうリリースしてますよっていうのが発表されてますという感じですね。はい。んで、えー、以上って感じですね。はい。なので、えー、 まあ、あと、ここに出てましたけど、この消費者向けみたいなところで AI がどう活用されていくかみたいなのは、まあ今後楽しみな部分かなと思ったりしてますと。はい。で、あのー、消費者向けの、あ、違いますね、投資家からの質問が最後の方にこう映像の中に流れているのを見させていただくと、まあ、チームとかはどうなんですかみたいな質問が投げかかれてましたが、まあ、あのー、楽天としてはやっぱりその競合する、競争するとか競合するわけではなくて、やっぱりこう、 安安心安全な昔ウィッシュとかありましてそれも今最近聞かなくなりましたが、まあ、シーンとかティムとかありますけど、まあ、楽天さんは楽天さんなりのこう、えー、市場を作っていきますよっていうところがまあ話されてたので、えー、まあ粛々と、えー、皆さんが変わっていくんじゃないかなと思いますということで、まあ、ただ私個人的にですね今気になっている部分で言うとこの第一四半期っていうのが まあ 1, 2, なんですよね C56 っていうことで、まあえー、この時点では何が起きてるかって言ったら、まあ、クーポンの有料化が行われてますよ、ね、なんで C56 で6月にあと出店料の3割増っていうのと、まあ、実際のクーポンの利用料の課金が始まってで7月から最強配送ラベルの表示が始まるので、まあ、そうなってくると多分まあそれ何 楽天さんとしてはお金が増えていますので業績が回復するっていうのはまあ見込めるのでそういうの分かっている方は投資家の人たちはもしかしたら、えー、さらに楽天に投資しているかもしれませんが、まあ、ショップとしてはですねやっぱりちょっと経費を抑えないといけないなっていう、まあ、時期に入ってくるとは思うんですねなので、まあ、クーポンの配布をより効率的にやるために今までみたいにこう何でもかんでも巻くんでゃなくて、まあ、LINE を使って活用したりとか、えーまあ、しっかり客単価アップのクーポンを使って そういうのを適切に配布していくとかあとは課金されないサンキュークーポンをしっかり配布するとかっていうことはまあ結構大事なポイントになってきますね。出店料に関して言うと3割増しなので、まあ、そんなに大きなインパクトはないんですけどもあの、まあ、その分それ以外にこうやっぱコストがかかってくるっていうところで言うと、まあ、最強配送に対応しようと思ったら、まあ、365日配送しなきゃいけないので RSL を使う部分はいいんですけど使えない方、まあ、食品とか商談によっては。 そこの部分をどううすするかかととちょっとコストが増すかもしれない,っていうのがありますよね。なんで、まあ、そういうのも含めると、まあ、ちょっと第2四半期と第3四半期っていうのはまあ注目するところかなと思っておりますと。で懸念事項としてはあの私もあの会員さんにデータで書いたと思うんですけど楽天市場の商品数を調べたり、今、まあ、全体で2億6,000万商品ぐらいだったんですよページの数が。昔3億6,000ページあったのが。 SKU に移行したことによってこうページが減ってるわけですねかなり。ということでまあ商品数が減ったというよりは商品ページが減ってそこにぶら下がる形になっているのであのまあそれはそれでいいんですけどただこうページが減ってるってことはまあやっぱ楽天市場全体の流入ももしかしたらそれ影響を受けてるかもしれないのでまそういうことも含めてですねまあ今後どうなっていくのかなっていうのをちょっと注目していたりとかしますという感じですと。いということでえまあ興味がある方はまあ楽天の決算 えー、説明の資料の中に Q&A のビデオとかもありますのでこちらでより見ていただければいいんじゃないかなと思います EC マスタードチャンネルのご視聴ありがとうございました高評価チャンネル登録よろしくお願いします概要欄のセミナー情報もチェックしてみてください今後もネットショップのためになる情報をアップしていきますので次回の動画でお会いしましょう